今日はこちらのアイス紹介します。サークルチェーで買いました。練乳入りの抹茶小豆氷です。これプライスワンって書いてあるんで、ピアゴとかアピタで売ってると思います。では開けてみます。中はこんな感じです。で、小豆がいっぱい乗ってます。練乳もかかってるので上はちょっと白い感じになってます。では食べてみましょう。出かかってんのかな、買ってきたばっかなんですけどね。こんな感じです。はい、抹茶です、ね、ここ綺麗な抹茶の色してます。このかき氷ね、サクサクはしてなくてちょっとね、舌触りが柔らかいです。クリーミーな感じがします。だからね、多分ね、ガーって食べても頭が痛くならないと思いますね。これはね、何でしたっけ、冷たいの食べると頭がツーンとするやつありますよね。あれにならないと思います、これね、とってもね、味も美味しいですね。この抹茶の味がね、ちょっとだけね、そんなにね、苦くないですね。軽く、ほろ苦い感じかな、でね、かき氷自体もそれほど甘みは強くないんですけども、上に乗ってるこの小豆がね、甘納豆みたいな感じなんで、とっても甘いです。なので、混ぜて食べるとね、甘くて甘いです、でもね、これかき氷だけで食べたらね、そんなに甘み強くないと思いますよ。美味しいです。これ美味しいな。このかき氷は美味しいですね。多分ね、氷がすごく細かいんだと思います。だからこうね、舌触りがね、柔らかいというか、ふわっとした感じがするんだと思います。美味しいです。抹茶好きな人おすすめします。小豆もね、こんだけ大きいね、しっかりした粒なんで食べ応えがあるので、こうね、小豆好きな人もいいですね。これですね、はい、未使用の抹茶を使用って書いてるんで、この辺だけかな、東海の方だけかもしれないです。はい、今日は練乳入りの抹茶小豆氷プラス1の商品ですね、紹介しました。ふわっとしたかき氷なんで、とても美味しいです。よかったら食べてみてください。では以上です。で、先からの紹介でした。